その次にまぜまぜね。ああ、なかなか豪快だな。今回から駅の紹介も私たちがすることになったぞ。うく主の仕事を奪ってしまうのね。いや、むしろ編集量が増えて、仕事が増えるんじゃないのか？そうかもね。頑張ってね、うく主。飲食店の紹介動画、たくさん作りましょう。ただ食べたいだけだろ？えへへ。ここは近鉄八田駅、愛知県名古屋市にある駅だぞ。そうね。随分立派な駅だけど、特急も止まるのかしら？いや、普通停車駅だぞ。あら。ちなみにこの駅の乗り換えは、地下鉄東山線と JR 関西本線だぞ。あら、珍しいコンビだわ。まるで、ハンバーガーとポテトのセットみたいだわ。と定番だな。駅自体は高架駅で、2面4線の島式ホームだな。4線もあれば泊まりたい放題ね。エレベーターや上り用エスカレーターもあり、バリアフリー対応の駅だな。最近、階段の上り下りが辛かったから、ちょうどいいわ。そんな年じゃないだろ。これは何かしら？これは駅周辺の地図だな。ほう。近鉄八田駅と JR 八田駅は高架駅で、ちょっとマリサ。うん？ JR 八田駅のファサードはレンガ造りよ。なかなかイケてるわね。うん？そうなのか？近鉄八田駅と JR 八田駅は高架駅で、地下鉄東山線の駅は地下にあるぞ。だって、地下鉄だから、地下にあるのは、当たり前じゃないの？世の中には地下鉄と言っておきながら、地上にある駅もあるから、一応言っておいただけだ。なるほどー。おっと。そろそろ電車が来るみたいだな。そうね、また後で会いましょう。
今回もどんどん紹介していくぞ。そうね。肉や魚、野菜や果物、いろいろ紹介していくわよ。今日の紹介先はスーパーマーケットじゃないぞ。まあ、何でもよいわ。かかってきなさい。はいよ。まずは近鉄八田駅の近くの交差点付近のお店やスポットについて見ていくぞ。いえいえ。これは何かしら？これはここからファインだな。薬屋だな。元気になりそうね。薬だけに。薬とも笑えないジョークだな。薬だけに。おーおー、うまいわね。薬屋と言っているが、日用品や食料品など、様々な商品が販売されているぞ。そうよね。薬屋さんもいろいろなものを、売るようになってきたものね。ああ、ちょうど店の前に、トイレットペーパーが並んでるな。そうね、一時期トイレットペーパーがなくなるといった、騒ぎで争奪戦になっていたわよね。ああ、そうだな。コロナの影響であれがなくなる。これがなくなるで大変だったな。そうよ、二度にわたるオイルショック、さすがに二度目はどうなるかと思ったわ。そっちかよ、いつの話だよ。うふふ、忘れて。SOM? 誰の息子かしら？これはローソンだな。うん、身長の低い息子のことね。コンビニのことだ。ローソンって日本で一番多いコンビニだったわよね。ああ、今は3番目だな。そうなの？サクッと説明すると、3位はローソンで14,000店舗。おーおー、多いわね。2位はセブンイレブンで、21,000店舗。急に増えたわね。1位は、ファミリーマートで、25,000店舗。さすがみんなのヒーローね。確かに納得だわ。特にファミマについては、家の周りがファミマだらけだわ。ファミマに挟まれてるわ。いつか私の家もファミマになるわ。なんでオセロ方式のルールなんだよ。ここのローソンは果物や野菜も売ってるのね。そうだな、コンビニというぐらいだから、いろいろなものが売ってて便利だな。そうね、あとはお店の中にくつろげる、リクライニングシートとかあれば完璧なのにね。利便性以外に快適性も求めるなよ。マッサージチェアでもいいわよ。別料金いただきます。なんでよ。ああ懐かしいわ。なんだ？いつかケンジと歩いた伊調並木道だわ。いつだよ、そして誰だよ。知らなくても無理はないわ。だって私も覚えてないもの。ただの作り話か？それは違うわ。これだけは覚えているわ。彼の笑った顔は覚えているわ。そうなのか？あのイチョウの葉のように黄色い葉を見せて、無邪気に笑っていたもの。黄色い葉。葉、相当黄ばんでるんだな。そうね、彼によるとコーヒーを、毎日10杯は飲むらしいのよ。それだな。金歯だったのよ。コーヒーじゃなかったー。次はお待ちかねの飲食店だな。やったわ。今回のお店は、あら、テクテクタイムね。油そば専門店カジケン。イエーイ。ここカジケンは全国、中国、シンガポールに店舗を展開する油そば専門店だぞ。海外にも出店してるのね。シンガポールってあの世界三大がっかりな像で有名な、マーライオンがあるところよね。ああ、そうだな。でもこれ以上は触れないぞ。これはメニューかな？これはトッピングだわ。油そばに追加で入れることができるトッピングだわ。これだけ多いと迷うな。そうねー、これも醍醐味よ。
心を込めて営業中らしいな。私も心を込めていただくわ。じゃあ入るか。そうね。いらっしゃい。これは券売機だな。先払い形式だから、後でお金を払うことを気にしなくてもいいのね。気配りがすごいわ。そうだな。さすが、海外出店してるだけのことはあるわ。それ関係あるのか？うぷ主は、結局、油そば大盛りにしたようね。ちなみに並盛りと大盛りだと、同じ値段なのよね。そうなのか？そうよ、実はうぷ主、学生時代に、よく火事件に行ってたらしくて、とてもお世話になったらしいわよ。そうなのか？そうすると、食べ盛りの学生さんにとっては、並盛りの値段で大盛りが食べられるのは、嬉しい話だな。そうね、ちなみにうぷ主は、よく倍盛りを注文してたらしいよ。倍盛り、大盛りの上があるのか。そうよ、並盛り、大盛り、倍盛り、寺盛りがあるわよ。寺盛り、寺っていうのは名古屋の方言だな。そうね、寺盛りは大盛りの 1.5 倍、並盛りの 2.5 倍よ。ただ、今回注文したのは大盛りだな。そうね、待ち遠しいわ。待ってる間に、店内を見てみるか。そうね。4人掛けの机や、カウンター席があるな。4人掛けの机は、一つしかないから、5人で来た時は椅子取り合戦ね。勝利した人しか油そばを、食べることができないのね。燃えるわ。椅子も注文すればいいだろ。じゃあテイクアウトで。持ち帰るなよ。へえ、お待ち。お、来たぞ。いやー、美味しそうだわー。じゃあ早速、いただきます。ダメよ。なんで？これよ、これが油そばの食べ方よ。これ通りに食べないと、美味しく食べられないわよ。わかった、どうするんだ？ラー油と酢を入れるわ。その次に混ぜ混ぜね。ああ、なかなか豪快だな。そして、食べるのよ。わあ、美味しいわー。秘伝のタレとラー油と酢が絶妙だわ。さらに、極太麺にもよく絡んで、とても美味しいわ。これなら寺盛りでもペロリだわ。ここでさっき見てたトッピングを、追加するんだな。そうね、ちなみにうぷ主のおすすめのトッピングは、キムチとチーズよ。ほう。ピリ辛なキムチとチーズのまろやかさが、マッチして美味しいわ。トッピング次第で味が絶妙に変化するわ。確かに、こんなにトッピングの種類が多かったら、いろんな組み合わせが楽しめるな。そうなのよ。それが油そばを食べるときの醍醐味よ。なるほどな。菓子券さん。ごちそうさまでした。今回はこれで終わりだな。よかったな。そうね、菓子券さんの油そばが美味しくて、ほっぺ落ちたわ。すぐに、拾ってきてくれ。さて今回紹介した、ここからファイン、ローソン、イチョウ並木道まで、駅から徒歩。20秒。歩いて20秒で行けるなんて、お得ね。基準がわからねえ。近鉄八田駅から徒歩20秒のところに、薬局やコンビニ、そして、秋には綺麗なイチョウ並木道があるぞ。ああ、やっぱりお得ね。デートにぴったりよ。次に油そば専門店、菓子券は、駅から徒歩。3分。つまり、徒歩180秒ね。遠く感じるわ。あの秘伝のタレに極太麺を絡めて食べる、最高だったわ。トッピングの数も豊富で、組み合わせ無限大だな。無限混ぜそばよ。私は有限だな。次回はどこのお店に行くのかしら？飲食店かしら？飲食店かしら？飲食店かしら？全部飲食店じゃないか。ラーメン、チャーハン、シューマイ、餃子？親切にしていただいた方々、ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。エビチリ、八宝菜、春巻き、麻婆茄子、天津飯、麻婆春雨。